皆さんこんにちは、賃貸のお酒の中島です。本日私は奈良市、法蓮町にございます 2DK の賃貸マンション、第2中村ビルという物件にやってまいりました。まずはこの洋室のスペースから、このようにですね、空間としてもしっかりと使っていただく空間となっておりますので、テーブルなどを置いていただいてリビングスペースとしてもご利用いただけます。お部屋にはこのようにエアコンも1台設置されておりますので、ご準備の心配がございません。お部屋は南向きということで、暖かい日差しもしっかりと入ってくる、そんなお部屋となっております。バルコニースペースもとても広々としておりますので、お布団はもちろんお洗濯物などもしっかりと干していただけます。洗濯機はこちらバルコニースペースに置いていただく形になっております。洋室のすぐ隣には寝室としても使える和室がございます。こちら収納スペースもしっかりとございますので、この押し入れタイプの収納スペースですね、お布団や衣類などもしっかりと収納していただけます。もちろん天袋もございます。そして和室を出ていただきますと、こちらがダイニングキッチンスペースとなっております。キッチンはこのようにオープンキッチンタイプのキッチンとなっておりまして、上のスペースやそして下のスペースにも収納スペースがございます。冷蔵庫などはこのスペースに置いていただければしっかりとお料理をしていただけるんではないでしょうか。またセキュリティ面も安心していただけるように、このようにモニター付きのインターホンが設置されておりますので、お部屋の中にいながら外の様子もよくわかるので、セキュリティ面も安心していただけます。またこちら奥に進んでいただきますと、まずは独立の洗面台、反対の扉を開けていただきますとお手洗いとなっております。さらに奥に進んでいただきますと、毎日の疲れを癒していただけるお風呂場となっております。そして最後は玄関スペースです。玄関スペースもとっても広々としておりますので、下駄箱などをここのスペースに置いていただければ、靴の収納にも困りません。いかがでしたか。これだけ使い勝手のいい 2DK の賃貸マンション、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきのスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。